そうだから僕は今日ね作業が多くて、で久しぶりにあのドカ食いしたの、本当にドカ食いしたの、あのスーパーカップの愛知をね2個食べちゃったの普段そんなこと絶対しないのに、なんかやっぱちょっと作業してると糖分が欲しくなっちゃって、スーパーカップのアイスを2個連続で食べることをしてしまったら眠くなっちゃってそしてマリン先輩にメッセージを送った瞬間に多分寝落ちたんだよね。僕寝て起きたらマリン先輩からいっぱいラブコールが来てて、あなんだにっこりってなったらですね、なんと配信でマリン先輩がグスグスしながら青くんと仲直りしたいって言っていたらしいということにね後から気づき、それの言い訳をさせてください。本当に違うんです。そう、僕だいたい 10% ないんだよね充電が。なぜなら僕寝室に充電器を挿すコンセントがない。我が家ねマジ欠陥住宅なんだよね実家。そう、充電器がないから充電刺さないで寝るから充電ないんだけど、そしたらね僕がねちょっと勘違いさせるようなことを言って、なんか最近僕しつこかったかなって思って、マリン先輩しつこくてごめんねみたいなことを送ったの。そしたらいつも爆速で返事が来るひよどし青が、まあ、僕1回寝ると2時間は絶対目覚めないから、2時間くらい返事が来ないもんだから多分慌てちゃったんだよ。そしたらね僕が怒っていると勘違いしてしまったマリン先輩が吹雪先輩とのコラボでぐずってしまいちょっと笑っちゃダメだよね、可愛くて笑ってきちゃった、笑えてきちゃった。いや僕はこんなにマリン先輩を好きなんだけど勘違いさせちゃった。そのタイミングで僕の充電は多分もう 2% とかだったんだけど、そして青くん仲直りしてくださいってなってたらしく、目が覚めたらね青くんごめんねっていっぱい来てて、えっってなってびっくりしちゃった、すいません寝てましたって送って、したらなんか青くん嫌われたと思ったみたいな感じになって、なんかなんだこの可愛い生き物、こういう子に弱いんだよな、なんかちょ言葉選ぶわ。違うんだよ、マリン先輩が慌てている姿が可愛いからわざと言ったみたいになったら嫌だから今言葉選んでるんだけど、違うんだよ、僕がタイミング悪くドカ食いで気絶しそうな瞬間に勘違いさせるような一言を言ってから、はだやべだはもねるふんって寝て、2時間くらい寝て起きたら世界が変わってた。僕のせいでマリン先輩はベソベソしてしまい、吹雪先輩にまで心配かけてしまった。ガチでマリン先輩だけ無視して他の人に返事してるとかじゃなくてガチで寝てて、その空白の2時間僕は夢の中でマリン先輩とデートする夢を見てましたごめんね本当に能天気野郎で申し訳ない、ちょっとガチ反省してる。そしたらマリン先輩がね、いやもうこれ現地取ったから僕とデートしてくれるんだよね、青マリあります